マンダラーとは、発想法の一種。紙などに9つのマスを用意し、それを埋めていくという作業ルールを設けることにより、アイデアを整理、外科し、思考を深めていくことができる。今泉博明によって1987年に、考案された。33の9マスを書き、その中心のマスに考えたいことを書き込み、周りのマスにはそれに関連する事柄を埋めていく。次に、 周りの8マスのうち1マスを選び、そのマスの記載内容を別の紙の中心のマスに、転記し、同様に繰り返す。これを何度も反復することにより、思考を深めていく。枠組みを提供することにより、思考の外科を促進することができるルールであるという意味では、キロジュール法やマインドマップと似た特徴を持つ手法である。1995年に、 マッキントッシュのハイパーカード上で動作するバージョンが開発されて以降、デジタルの世界へ浸透していった。2014年1月1日に iPhone、iPad の新しいマンダラートアプリの開発が始まったことが発表されている。ある研究では、手法自体の使いやすさ、アイデアの量が増える、ブラッシュアップ、意見の共有、組み合わせなどの点で効果が得られたとの報告がある。また、 マインドマップとの併用が効果的であるとの報告もある。児童の国語指導の場における実践例では、マインドマップにより広げたイメージをマンダラートに書くことで思考の構成要素を視覚的に整理しやすいとされた。ありがとうございます。